さあやってまいりました。日本帰国に伴って、えー、外貨預金を取り巻く心配事ですね、あなたが一生懸命に貯めたそのドル資産、外貨預金ですけども、えー、これがですね、日本帰国をしたときに想定外の課税をされてしまうだとか、まあ、しかもそれがね、雑所得で課税されたなんていうのはもうたまったもんじゃない。まあ、こういういお話を やっていきましょう。今日の動画、対象はこんな方です。海外で所得を得て、蓄財してるよという方ね。そしてこの円安なんですけども、自分にとってはプラスだなと、ね、ちょっとひっそり心の中で思っているいらっしゃるそこのあなたですね。えー、そして将来、まあ、日本で生活する可能性があるなとういう方であったり、そのために、えー、日本で不動産を取得するかもしれない。ね、それなりの資産をですね、国を越えて移動する、その可能性がある方は、 特に要注意ののお話入れれていきますす今日の流れはこちらです歴史的な円安という局面に、ね、なっています、今。あーでこれ両替所が行列をなしているなんていう動きがありますので、まあ、昨今の出来事を見た上でえで、ー、日本のこの課税ルールについてねおさらいをしていくということで、まあ、日本はです、ね、居住者に対して全世界所得課税と、まあ、こういうねレギュレーションになっている。まあ、この話題を触れつつですね、えー動画 あの最後の方ではこの日本帰国に伴うドル資産の課税リスクについて掘り下げていくというねこの流れで参ります今日の動画を見ていただくことのメリットなんですがこの円安インフレの中ね住みやすい日本に戻ろうかなと考えていらっしゃる方もうすでに計画しているもう実行に移しているよとねえ方にとってですねなかなかこうどうしても後回しになっちゃうお金の問題ですよねでぶっちゃけねこの FP さんねまあファイナン プランナーでああったりあと税理事さんにね何を相談すればいいのかわからないなって時間だけ過ぎていってしまうということなんですけどもこれでどうしても状況によって置かれている人によってですね正解が異なるとても難しい問題ですうーなのでこの動画を見ることでですね、まあ、いきなり答えがねパッとわかるっていうほど単純な問題じゃないんですけども、まあ、これをですね税理士さんに相談するにあたって一体自分が何を気をつけてどこをポイントにして問い合わせる 合わせをすするののがいいのかですねその気づきになるような、えー、こんなねコンテンツにしていきますので是非最後までお付き合いくださいそれではまず初めに1番目いきましょう今ね歴史的な円安局面ですからこれに伴って両不荷ヘが行列をなしているなんていうね 報道があります。4月12日付 TBS のニュース見ていきますけども、1ドル153円台を乗せましたね。円安加速34年ぶりということです、えー。で、これによってですね、 この歴史的円安が連日続くということで、ある場所にですね、多くの人が集まっているんだと、こういう報道なんです。えー、そこは都内の外貨両替所ということで、ずらりとできた行列、えー、今がチャンスだとね、見ている方が多いんですね。えー、まあそこに、ね、並んでいる方に、えー、話を聞くとね、こんな感じ。1ドル100円。 程度だっったたところから持っていたアメリカドルですよね900ドル相当をですね、まあ、今日、えー、日本円に両替しに来ましたよとね今現在152円、えー、ということで単純計算で5万円近く増えた計算になりますねまあこれをこんなねニュース見,、えー、見てるとまあのほほんとしてねいやちょっと大丈夫かななんていうに、うん、少し心配にはなってしまいますけどもまあただねあのー、まあ捉えようによっちゃ過去ですね、うん その外貨を得ていた方の利益ですよね、これ、本当にね大きなことになっているんだと思います。MMM さんからのコメント、直近でね、まあ、記憶に新しいですよ、2011年の時はは、ね、1ドル76円つけたなんていうめちゃくちゃ円高という時代もありました、今や1ドル152円、153円ということでね、ねも,もう2倍になりましたから、そりゃね、為替歳益だけで もう利益すごいやつおるやろということでねコメントいただいたわけですけどもまあ、そんなこんなで、えー、今現在ですね、えー、どうやら日本の中では外貨両替所に列がなされているというねこんな動きが。 あるようです。えさて、えー、それではあ、どんどんね、本題に入っていきましょうか。二つ目のお話、いきましょう。え日本は居住者に対して全世界所得課税だというこのお話なんですがで、ここから実際にですね、為替差益による利益を手にしたりだとか、あとは働いていたお給料に対してね、かかる所得税について、まあ、それが国を超えるにあたっての基本的なルールを、まあ、整理していきたいなと思います。で、これを語っていく上で掘り下げていく 上でね、ちょうど良い題材があったので林さんからね頂い,いたコメントご紹介ですえこの方ですね日本在住者なんだけども。 えー、日本在住者の正社員がリモートで海外で働く場合の質問だ。ちょっとね、これ、まあ、トリッキーというか、まあ、でもこういう方いらっしゃるよなというですね、お便りをいただいています、えー。こんにちは。いつもためになる動画ありがとうございます。もし分かれば知識を共有いただけたらと思い、突然の連絡失礼いたします。日本在住者として遠い親戚の住所 東京都内に住所登録をして、普通に日本の会社でサラリーマンを続けておりますと。まあ続けつつですね、フルリモートで働けるので、永住権を取得済みの海外の国でですね、お仕事をする、そんな予定です。アジアの国で半年に一度は帰国する予定で、まあ大半はですね、 アジアの、ねまあ、国、どこかなマレーシアとか、まあ、それこそフィリピンとかタイランドとかで、で、まあ、いくつかあの、ねえー、過ごしやすい場所があろうかと思いますけども、えー、そんなね、林さんからのお便りなんです。そこで質問ですが、海外でアルバイトをして、えー、普通に現地で年金も転引き、所得税もきちんと納税をしてですね、 えーまあ、日本でサラリーマンだからフルリモートで続けてるということですよね。住民登録もして。うん。で、えーまあ、納税もね、ちゃんとして海外口座への振り込みで完結している分の収入は日本で何かする必要はありますでしょうか だからもう一旦整理すると、あれか、日本のサラリーマンの給料は日本の口座に、まあ多分これ振り込まれてるってことでね。で、海外で働くアルバイト分って言ったらいいのかなあのね、アジアの国で、なんかまたリモートでね、働いて得た。 お金に対して何かする必要はありますかまたこのバイト代が少なく現地では非課税となった場合でも日本の副収入における20万円の壁をですね、超えてしまう場合は何かする必要はありますでしょうか国内でも住民税を普通徴収にしてもらい副業をしていた時期がありますが本業の方は基本的には副業禁止だというね、ま、こんな方からです。だからま、そっちには まあ本業は、それはそれとして、まあそれでも、えーの、他の国でですね、ちょっとしたアルバイトはやっているよと、まあこういう方からのでお便りです。今年分からは確定申告をしたくないと考えております。えー、よろしくお願いします。ということなんですけども、この方みたいな二拠点生活になるとちょっと複雑なので、まあここからですね、その所得税がかかるかどうかに関するその居住性についてのお話に掘り下げてみたいなとは思うんですが、まあ まずこれね深掘りをしていく前に僕がこの動画の中で言えること前提条件についてもお話をしていきましょう、えー、これね人によってやっぱ状況は違うんですよねまあ現在の資産状況、えー、現在と未来の収入の見通しだとか家族構成居住国にとっよってもですね違います、えー、事情によって裁量の方法が異なりますから何が正解なのか,、えーかえー、個々人が持つですね価値観にも左右されるということになりますしまあこうすれば良いという単純な 正解がある、そんなお話でもありませんので、僕ができることといえば、皆さんの知識だとかね、体験を、まあ、ご紹介するということにとど、まあ、まるという点はですね、えー、ご承知をお聞きいただければと思います。まあ、心配になる方は、ぜひですね、専門家である税理士さんに、まあ、相談をね、個別のご相談をされるということを強く推奨するということなんですけども、まあ、今回ですね、林さんからいただいたような、こういう状況に置かれている方の、まあ、疑問点がね、えー、あるかと思います。この 居住制について、まあ、日本に住んでいるのかどうか、ここのですね、判断について参考になる情報が国税庁の公式サイトに載っていますので、これ非常に基本的なところですね、チェックをしてみましょう。国税庁の納税義務者となる個人のですね、定義があるわけなんです。所得税法では所得税の納税義務者を居住者、非居住者、 えー、内国法人と外国法人、4つのグループに分けて、それぞれ納税義務を定めております。今回着眼をするのは、えー、このですね、居住者と非居住者ですね。 えー、こちらに着眼をしつつですね、ちょっと紐解いていきたいわけですが、まあ、居住者とは、その名の通り、日本国内に住所があるか、または、現在まで引き続いて、1年以上居所がある個人のことを言いますと。それに対しての非居住者、こちらは、日本国内において生じた所得に限って課税されますよ、ということでね、あの、まあ、居住者以外の個人のことを非居住者というわけですが、ここで注目をしたいのが、国内源泉所 特に限った課税になると、まこ、あ、国税庁の公式サイトでね。読み解くことができるわけです。この関係性がですね。表にまとめられているんだけど、ちょっとね。この表が見づらいのでまあ、同じことをですね。スプレッドシートに書き起こしましたので、ちょっとこちらをね。参考にしていきたいなと思います。まあ、ざっくり言うと居住性が。 日本にいるのか、外国に居住しているのかということと、その源泉元のですね、所得が日本国内から得られたものなのか、外国で得た所得なのか、これによってですね、たすきがけになってるわけですよ。まあ、ざっくり言うと、日本に居住している方に関しては、日本の所得であっても、外国の所得であっても、両方とも課税の対象になるんだということなんですね。で、一方で、外国に住んでいる方はですね、あくまでも日本の中で得られた所得のみに課税される。 外国データ所得は非課税だということが、えー、今回ですね、えー、この国税庁のサイトの中で読み解くことができるというねこういう理解になるわけでしてこの居住性がですねとっても、あのーまあ、重要ということなんですよねその人が日本にいるのかどうか何によって判断されるのかそれがとっても重要なんですよね。 でまあ、考えてみればね、これ、住民登録してるんだから、それは日本に居住してるでしょ、逆に言うと、住民票抜いてるからね、外国に居住してるとなるでしょ、そういうかん、ね、単純な話や。 ないっぽいんですよ。これお気をつけのポイントなんですけど、これも同じく国税庁の公式サイドでバッチリと解説されていますね。居住者と非居住者の区分ということで、この定義を見ていきましょう。我が国の所得税法では、居住者とは国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のことを言い、居住者以外の個人を非居住者と規定しています。 え住所は個人の生活の本拠のことを言いましてえ生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになりますとえ従いましてえ住所はその人の生活の中心がどこであるかで判断がなされますということなので,、まあ、で単純に、ね、住民票を置いているからこういうことではないんですねこの、えー、定義を見るとこの点で、ね、非常に注意が必要だということで。 まあ結局、お話は戻るんですけどね、あの心配な方は税理士さんにぜひご相談をと、まあ、こういうお話にならざるを得ない、えー、そんなお話なんです。でここでですね この居住性の判断は複雑だよねという話題について、ダンスインザレインさんからお便りいただいてますので、こちらもご紹介ですね。でちなみにこのコメントは所得税のうんぬんというよりかは相続税だとかね、贈与税に関するお話なので、ちょっと所得税とはまた別のお話であることを念頭に置きながら、まあ、ただその居住性の判断は、まあ、こういうね、解釈がなされることもあるねということで、えー、ご紹介です。そのおつもりでお聞きください。 はい、ダンス・イン・ザ・レインさん、昨年、国際税理士さんに世界的資産への日本への相続税がかかってくる条件について、はっきりとしたアドバイスを伺ったところ、まあ、だからあの、日本以外にあるこの財産をです、ね、この相続をしたときに、日本で課税は、ね、どういうふうになされうるのかについて、まあ、ご質問されたということですね、その、まあ、アドバイスを伺ったところ、 住民票を日本に入れているのか否かよりも決め手になることは相続人、だから亡くなった方が死亡前10年,10年間以内に日本に180日以上滞在したことがあるのか、日本で所得税を払っていたのかという2点だそうです。その2点で6ヶ月以上お海外在住、日本では所得税を払っていないと証明できれば政府だとか、 まあこれもね、一つの、まあアドバイスのやり取りがあったというわけで、これが全ての人に当てはまるというわけでもないので、あの一つその点はね、えー、ちょっとご承知をおきくださいということなんですが、もし伴侶が他界、えー、をした後、日本に移住する場合は、海外の資産をトラストや生前贈与として子供に移すなど、出国前にいろいろと対処をすることで少しは日本からの相続税が軽減されるんじゃないかと、まあこういうね、おっしゃり方もあるみたいです。まあ一つね、あのー、まあ ちょっと本題とはそれてはしまいますけどもただ一つあの居住制の判断は いろいろ複雑だなと、まあ、住民登録しているかどうかだけの話でもなさそうなので、まあ、この点も含めてですね、あのー、まあ判断も求められるということですから、えー、これは個々人だけで判断はなかなか難しいですかね、やっぱりこのあたり、税理士さんにご相談をされるのがベターであるということを、まあ、結局戻るんですけども、林さんからですねいただいたい、ね、この日本で正社員で、リモートで働なんていうの所属をしながら、でもリモートで実際の居住 っていうのはあのはあアジア圏の他の国にいるよと、でそっちでアルバイトもしてるよというケースにおける所得税のかかり方については是非、ぜひこれはですね税理士さんにご相談をされるのがベターであるというお話になります。 はいえ。ということで、えー、まあ、これ、えー、言いたいことはですね、この居住地の判断というのが、えー、とても難しいねふう、いろんな要素があ絡み合ってですね、判断されうるということもありますので、この点お気をつけという話ですね。えそれでは、3つ目の話題に行きましょう。日本帰国に伴うドル資産の課税リスクということで、いきますけども、冒頭でねあの、お断りしましたけど、対象はこんな方ですよ。海外で所得を得て蓄財してるよと。でこの円安は自分 にとってプラス将来日本で生活する可能性があるしそのためにも不動産を取得するのかもしれないね、この、えー、日本円で、えー、ある程度この購入金額をですねあの用意しないといけないまあ、こういう方にとっては、まあ、避けては通れないお話なんだと思いますで、この話題ですね実は先日扱ったんですよ海外所得を円に送金すると雑所得で課税されるケースがねあるのかもしれませんということでえー、これ非常に 大きな反響をいただきまして、皆さんからね、情報をいただきました。ざっくり前回の動画で、えー、まとめたことですねえ、ポイントだけおさらいします。外国で得た収入ですね、外貨建てのものをですね、日本に永住帰国、まあ本帰国をした後にですね、それを日本円に変えた場合、為替差損益なるものが生じまして、そこに対して雑所得の申請が求められるケースがあるんじゃないかと、こういうお話をさせてもらったわけです。で同じ 同しく心配な方はです、ね、ぜひ税理士さんに相談をということなんですけどもここで理解をしておきたいのが為替損益というねこちらのキーワードなんですよね。ここでは野村証券の公式サイトにね文言の解説ありますので見ていきましょう。 外国為替相場の変動により生じる損益のことです。外貨を円に換算する際、外貨買い付け時と比べて、円相場が円安に変動した場合、その変動した分利益が生じる。逆に円高になった場合は、その円高に触れた分損失が生じる。この差益と差損のことを言います。まあ、このね、1ドル100円で買い付けた時に、このレートが1ドル110円に上がったら10円分のね、 まあ、利益が出た。こういうことになりますよねというお話です。まあ、昨今ね、もう110円どころ150円ですから、もう全然やっぱね、利益が出てるよという方も多くいらっしゃることだと思います。この問題をどうすればいいのか、まとめていくにあたって、えー、今日もですね、参考情報として FI プランニングさんの掲示板の情報をですね、一部参考にしながら、 この掘り下げというかまとめをしてみたいなと思います。米国で作った資産を日本に送金した場合の為替損益。 ということで、もうドンピシャのね、えー、このやりとりが、この中であったわけですが、実はですね、この一番最後、最新の投稿をですね、国税局に確認しましたというですね、小林さんという方が、実はね、僕の動画を見られて、えー、ここ、書き込みをされていたんですよ。4月の8日だから、ほんと最近ですね、えー、私も来年帰国予定なので、この点は確認が必要でした。国税局に電話をして確認しました。本庁に電話をしたら、麹町税務署に電話 するように言われましたそしてここそこからコールセンターの方へ転送されましたということで担当の方に,方によるとアメリカの所得ドルをですね日本に持ってきて円に変えても税金、為替損益はかからないとのことです。 うん、今後のことを考えてメールで返事が欲しいと言ったんですがそういうサービスはしていないと言われ私が何度も確認したこともあり不機嫌になってしまいましたという、ね、<laughs> ことでちょっとこれもやもやが残るんですけども、まあ、課税の対象じゃないのかなというふうに伺いながらですねもう少しこの方ね掘り下げをしてくださったみたいなんですよ。お他の方がおっし おっしゃってる通り、税理士先生たちの回答も、まあ、これまたまちまちということでね、パターンが書かれているわけですけども、えこの方ですね、国税庁の方以外にも、え今度は麹町税務署の方とお話をしましたということで、えー、これ、回答が続くわけですが、彼も一番と即と一番というのが非課税なんじゃないかということですかね。まあ、詳しくは税理士さんに聞いてくださいということだったので、その税理士の意見が分かれているので、それで国税局に聞いているんだ だというと、改めて調べますから、4時間後に電話をしてくれと言われました。これは親切な対応だったみたいですね。その結果、これだか回答がね、やっぱりあの2点3点していたそんなねやり取りの様子が伺えるわけですが、その結果2番だそうです。2番というのが。 課税されるということはな。適,正適用レートは、延転をした時から所得発生時のレートをですね、引き算をして、まあ、結局利益を算出そこに対して課税をすると。まあ、こういうことが回答で得られたのかな。ただし彼の方から4番の提案がありました。4番というのが、 非課税になるやり方があるんじゃないかということですかね。非居住者の時に延転をするということで、だから日本に帰ってくる前に円に変えてしまうということで非課税になるんじゃないですかとの提案がありました。非居住の時に延転しておけば日本の課税はなしと。まあ、こういうね、また興味深いやり取りを、まあ、実際問い合わせをされた方が書き込んでいたよというね、まあ、僕から言えることはここまでなんです。これがもう決して正しいかどうかっていうのは、あの実際、えー、税理士、 さんにですね、皆さん自身がご相談をされるべきことだと思いますが。 えここから読み取れることをですね、改めてあの整理をしてみると、まあ、どうするのが良いのかえ、こう導き出せるんじゃないか、こう理解できるんじゃないかと思うわけです。え海外在住中にですね、本帰国をする前に、えその通、えー、外貨をですね、まあ、ドル預金だとかを円に変えておきましょうということなんですねえ。そうすることで、日本の居住者になった後に、為替差損益が生じることを防ぐことができると、まあ、こう理解ができそうですので、まあ、これもね、一つ その参考材料としてぜひ皆さんが、えー、税理士さんに、えー、税理士の方にです、ね、ご相談をされる際の、えー、確認のポイントとしてです、ね、この理解で合ってますかってこういう聞き方をするとスムーズなやり取りができるのではないかというね、えー、こういうお話で、えー、ございます。 はい。ということで、えー、最も注目度の高いトピックスについてですね、今日一つの方向性が出たということで、まあ今回ね、僕の動画を追ってくださって、わざわざ FI プランニングさんの掲示板にですね、回答を追加で、ね、書き込まれた小林さんにも感謝を述べつつ、ですね、えー、今日はまとめをしていきたいなと思います。まあ、振り返りをね、していきたいなと思いますが、まあ、今日ね、こんな流れでお話をさせてもらいました。歴史的な円安の局面、ね、これは、まあ、な、嘆いている方も、まあ、いるし、まあ 日本国内だとねたまたまドル預金してたよっていう方が嬉しいなというねあのほっこりした記事と言えばいいのかただそれだけをね見てると、まあ、ちょっと心配になっちゃうんですけども、まあ、こんな歴史的な局面がありました実はこの状況がとっても大きなプラスになってるというね方も多くいらっしゃると思いますけどもそんな方向けに日本における課税のルールですね居住者非居住者という考え方についてですね国税庁が案内している内容を改めて整理をさせてもらいます その上で日本帰国に伴うドル資産の課税リスクについて触れさせてもらったわけです。今日のお話です。あ一つおまけをしていきましょうかね。まあ、それでもね、ぶっちゃけ FP さんだとか税理士に何を相談すべきかわからないよというですね、嘆きのコメント、グラン,、えー、グランマ・イン・ニューヨークさんより今日もね、いただきまして、ありがとうございます。FP や税理士さんにに相談をするししてても何がが目標ななのかがはっきりしていないと 何を相談していいのかかわらないですよねでもそれがはっきりしていないと余計にお金がかかってしまったり時間とエネルギーの無駄になってしまうそんな可能性があるんですだからこそ大輔さんのチャンネルで気をつけなくてはいけない重要点の知識を得ることができるこれは本当に助かっております。 こちらこそね、ありがとうございます。私も大輔さんのチャンネルを見ながら、FP、税理士、そしてタックスロイヤーに今度会う時に質問しなくてはいけない諸事情のリストを、チェックリストをですね、作成をしておりますと、素晴らしいですね。来月は遺言作成のために、えー、また違うですね、ロイヤーに会うアポイントが入っています。残される遺族が苦労しないように、ちゃんとしておかなくちゃと頑張ってはいますが、実はめんどくさがり屋の私、 私はですね自分にかなりの無ちを打たないと思い腰が重いお尻が上がらないんです、まあ、正直に言うと孫のためなら縁やコーラ ね、いうことで頑張ってますというですね、グランマインニューヨークさんより今日もお便りを、えー、いただいております。はい、ということでね、直近の税金関係の特集動画ですね、まあ、だんだんこの情報量増えてきましたので、最後にですね、関連動画のご紹介をして終わっていきたいなと思います。今日の内容にのもとにもなりましたね、えー、この海外収入を円に送金した時のお悩み事に関する動画、えー、これもあの概要欄にリンク貼って おきますので気になる方はこれを見た上でですね今日の動画見返していただくとよくねこの何て言うの問題点が理解できるんじゃないでしょうか。えー、そして えー、これは年金のお話ですね、えー。海外の年金受給において、これ、遺族年金の受け取り方あがですね、この多額の課税が生じうるというね、こういうお話についても、この時あれかな、朝日新聞が問題の記事を、ね、出していて、それを読み解きをやっていますので、えー、これもね、海外の年金、えー、受給予定あるなとで、海外パートナーがいるなという方なんかは、特に、えー、該当、ね、されると思いますので、これもね、概要欄、ぜひ。 辿ってみてみください、はいはそして、えー、これは日本の銀行口座に送金をしたらそれ,それなりの額をですね送金すると直後に税務署から面接要求、えー、面接調査を要求されたなんてですねこんな体験談もいただいておりますので、えー、日本帰国に伴うですね皆さんのストーリーをまとめた動画こちらもぜひ概要欄をたどってみてください。 ということで本日はえ日本帰国に伴うえ外貨預金ドル資産ですかね。こちらを雑所得で課税されうるケースについてえ続報ということでね、深掘り解説をチャレンジしてみました。今日の情報が役立った、興味深かったという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。